これ違うよね。なんていうの、鉄則かな、心情でもいいけど、基準かな。プリンシプルって原理原則みたいなのが鉄則、うん、そうそう、だから鉄則かな。鉄則は全員が共通で非常になると、原則にしようか。で、あの、環境のものも重要なものを十分与えさせる姿勢の導入よね。これね、ちょっと違うんだよね。これね、地の利なりって言ってるけど、英語は違うんだ。地の利を、適切な地の利を利用することが課題だ。うん。確かにさっき言ってたように、自分の陣地って産地でしたっけ。産地でそんな決死の覚悟を決めさせる必要もないんですよ。もうダメだ。重地であればこそ、そうだ、覚悟を決めてもらう必要がある。覚悟を決めさせるには、産地に置いといてもダメで。そういうことだ。だからここの役はね、これは正しくなくて、公共なものも重要なものも十分当たりさせるのは、知性の通りのもの、知性の、を利用することが、まあ、知性の道理、道理、知性、これはね、道理っていうか、ユースっていうのは、知性を適切に利用する、知性を、だから知性をね、知性を、知性っていうか、知理を、地理を適切に利用することが課題なの。ここでしょ。あ、課題が違った。こういうことですよ。姿勢の道理じゃないんだ。どうやって利用するか。あなた言ったようにさ、長地なら、兵隊はね、重地な兵隊をうまく、うん、この最後のところが正しいと思う。だからこの役は何間違ってるかというと、軍政でいくらね管理してもダメで、ここで彼が言ってるのは、この義を等しく一途のごとくにするってことは正の道だ。正の道っていうのは、そういうふうな勇気を出す標準を決めることだと。だから、今、こう言ってる、ティザリング・オブ・ホースとか、ブリング・オブ・シャリオット・ウィールズじゃないって言ってる。だから、軍の規則じゃない。軍の戦略じゃない。もう一番大事なのは、セットアップ・スタンダード・カレッジだって言ってるのね。勇気、の水準を決めることだ。こういう勇気を出せと。それからもう一つやっぱり弱者とか強者のね、をうまく利用するのが、そういうふうな、敵視の状況に追い込めていってですね。だから、地理を適正に利用するっていうこと。ね。彼が言ってることは地の利って言ってるけど、ここで決定的なところで彼誤訳してんだけど、要するに気持ちの問題と、それから敵との関わりの、その地理の状況、その2つを絡めて戦っていうのを考えろと。だから、まあ、上山のことで、上山のことで、水蘭のね、蛇のことと高田がどう関係するのかっていうと、ちょっとわからないけど、これも原文でその最後のところを「正の道」、
この性って政治の性ですか、祭りごとの性ですか。いやー違うと思うんですよ。だからね、中国はね、これ調べなかったんですけどね、いや、今言った政治の性もあるよ。政治っていうのはその性を治めるっていうことだから、そういう意味もあるよ。だから、ここで言ってるのは、だから、勇気の、なんていうか、標準。ここで中国人はですね、政治、政府機関の業務、行政、家庭、団体の業務、性に失われる。性に字がつくと、その性っていうものをどう収めるかっていうことで政治になるんだと思うんですけど、もともとの性っていうのは、これ現代語なんでね、現代語なんで、多分こういうのは意味が違うんだと思うんですよ。その人の、だから僕多分書かなかった。これ世の中を治める、世の中を治めるって性の意味やね。性の失われて世の中を治める。逆に言ってのは、その世の中を治めるっていうのは、戦いで言えば馬をどうするかとか、馬車を、戦車をどうするかっていうものではなくて、だから馬車をじゃなくて性の道なりって、これ役者は中国人は性の道っていうのは世の中を治める。彼はね、だから、勇気って言ったんですよ、彼氏って。で、これもかなり疑惑なんですけど、もともと前段の軍政みたいな、例えば、物理的にね、どうかばうかっていうことじゃなくて、いまだ頼みに足らずっていうことだから、家を等しくして一人のことにするのは、そうじゃなくて、人種をまとめることだって彼は言ってるんですよね。性の道ってこういうのだ。世の中も人種をまとめることだって、彼はこの英語の訳者はですね、人種をまとめることって彼は言ってるのはセットアップワンスタンダードのカレッジって言ってるんですよ。で、人種をまとめるってのはみんなに対して勇気を持たせることだ。僕はそれはね、意訳だけど、そっちの方が軍政だっていうよりも正しいと思うんですよ。だから軍隊管理のための原則は、全員がそのうまく共同でやっていくための性の道だ。全員が共同でやっていくことは、共同でうまくやっているということは、中国人のように、全員が共有する勇気を、水準を決めることだ。というふうに彼が言っているのは、正しいような気がするんですね。だから、ここで、軍政だっていうふうに、日本人は言っているけど、それは間違いですよね。軍政なんか作ったって、軍隊は管理できない。で、いわゆるの政務を一方になってやるのは、長州とか敵地入ったところを血の量を利用することだよって言って、そうすればその両方をうまく利用すれば手をつないでいる一人のであるかのような軍隊を見ていける、そうするとついつまうんですね。だから五月同士のところも多分これはだから軍隊を管理するときに、その追い詰めてやれば全員が共有するね、目的を共有できれば達成するってことを今ここで言ってる、こうですね。ワンスタンダードカレッジ。これだからこの、ウルと家の協力する話ですね。それはだから、このことを言ってるんですよね。ジョーさんのヘビがね、頭を叩いたりして、おっぱい出てくる、講談とどう関係してるかっていうと、上手の蛇ってのは軍政の究極を表してるんですね。こういうふうに傭兵はできるようにしろっていうのが究極のあり方であって、
でそれができるようにするのにいろんなことがありますよっていうのがでこういうのがあってこういうのがあってとか。ああ群生。うん。ああじゃあ群生っていうのは馬をどう並べるかとか戦車をどうやって配置するかだけじゃなくて、うん、兵士の人に覚悟をどう決めさせるかとか。だから頭を打とうとすると尻尾がピシッとくるっていうのはそういう仕掛けがこうあの仕組みなんていうかルールだけじゃなくてモチベーションの方も込みで込みで軍勢できないとそう動かないよねっていう、うん、軍勢ってそういうところまで意味含んでるんですか。そこをでも、うん、含むんだと思う。だっていやこれ戦い方だよね。だから、うん、あのどこを打てばどう敵が反応するかっていう、うん、そういうこともちゃんと理解してやるよってことだね。結局兵隊って人間だから心持ってるから単にこう就業規則だけで動かないから、うん、あ、だからそういうことではさ、うん、この軍政っていうよりもあのスワイラーのことを考えるとね、うん、例えば馬、あの馬つないだりさ目先でね二輪馬車の車輪に乗り込んだところで彼らに頼るというのは要するに尻尾が来るのか頭が来るのか分からないからそれだけじゃダメで何をしてはいけないのかっていうのは軍政じゃなくて軍政じゃなくてここで言ってるのはワンスタンダードがカレージだと、要するにその兵士の気持ちをねどうするかっていうことの方が大事で、それからやっぱりその敵と戦う弱者も強者もね等しく力を発揮させるのは血のりをねどう考えるかも大事だと、この2つだと彼ら言ってるの。それが一人であるかのように動かせるような将軍の役割がそういうことだよと言ってるの。だから冒頭 の、 あのシャイランの目的っていうのはあのまあ軍政を決めたところでねあの一つの一方向なり一つ の、 あのとこから攻めてくるとは限らないからあのどこに馬車つないでどこで狙えるかそんなことよりも兵士のねあの気持ちをだから生命しないと言ってるように彼らを治めるためのカレジとか勇気をどういうふうにこう管理するのかこれが大事だ、うん、こういうこと言ってる。だからどこから攻めてくるかが分からない、敵の味方のその状況によっては手をつなぐようなことがあり得るわけだから、だからその原則っていうのはやっぱりあの全員が共有する勇気の水準を決めるっていうのは、うん、そういう意味ではここで言ってるのは心を一つにすることだと言ってるんだね。でここで元のその日本語の翻訳者って軍則だって言うけどそうじゃない、心を維持にすること、それやっぱり弱いやつも強いやつも一緒くたにベストな働きさせるのはあの地理をね、うん、あの敵国の中にいる状況の時にどううまくやらせるのかってことが大事だよって言ったの、うん、そうすると前後通じまうの、うん、それがだから元の原文だったら何言ってるか分かんないよね、軍則だよなって終わっちゃったよね。だけどシュワイランは一体何なんだって前段の例とか五月同州の例とかその翻訳だったらわけわかんないよね。だって地の立ったってさあのこれはこれこれここのそのここの座ってね、ね、地理じゃない、地形かな、あそうです、ね、地理かな、地理だよね、地形じゃないよ、地理だよ、地形じゃない、地理、だから敵の陣地とかどこにいるか、地理だよね。でそういうふうに理解しないとこの意味は分かんないですね。組織、これ組織と人を集めてどう組織化するかっていうような、うん、例えばさあの僕がこれを読んで思ったのね、あれですよあのなんだっけなあの倫理基準あるじゃん、うん、なんていうの会社の倫理基準、うん、OCR じゃん、CSR、 CSR コンプライアンス、コンプライアンス、コンプライアンス、あれですよね。だコンプライアンスじゃないって彼言ってるんだよ。だからそのコンプライアンスあるからじゃなくて全社員がね共有できるような
どういうふうにビジネスやっていこうかっていう、そういうようなことを決めることが大事だと、ね。これは戦争だから勇気って言ってるけど、意思統一どうするのか、みんなが納得できる意思統一どうするのか。だから、あれしちゃいけない、これしちゃいけないっていうふうなね、でもそんなことってさ、将来のように状況によって変わるじゃないですか。で、それを状況に変わるじゃなくて、根本的なね、心構えってどうやって持っていくんだっていうことが、日本企業には欠けていると僕は思うんですよね。だから、五月同州みたいに敵と仲良くする場合もあるんだと。で、そういうことをやっぱり、状況に応じてね、コンプライアンスに反してるっていう言わないで、その状況によっては、だいたい大風が吹いたりしてると、敵とも仲良くしなくてならない時もあるんだよ。コンプライアンスに反してもやるべき時があると。そんなことをやっぱりきっちりわきまえてやっていけよと言ってるんだ。まあ、日本の国内ってのは低成長率じゃないですか。そうすると低成長だと、ちょっとした損失をでも簡単にリカバリできないわけですよ。で、だって一方アジアの人たちって高成長だから、多少失敗しても成長が高いから、こう次のチャンスでこうもっと大きい利益を得ることができる、うん。で、そういった連中と海外が戦わなきゃいけないんだっていうことを、日本のこう本社の人たちってよく分かっていない。その通り。だからそのシャイランが、日本企業はオッポが上がってくるなんてことは考えたことない。ヘビっての頭しか考えてない。だから、成長できない。だからもっと柔軟に考える。それからやっぱりその、僕いつも言うように、提携先もいつも言うように、競合相手だから情報公開しちゃいけないと。競合こそ情報公開して、相手の強いところと自分の弱いところと、お互い共有してね、その強みを強みにして、お互いに分け合ったらいいじゃないかってよく言うんだけど、五月同州の考え方を日本の企業と理解できない。すべて何でも隠しちゃう。だからね、自分の弱いところをいつまでも弱いままで強化できない。弱いところをさらけ出して、競合からノウハウをもらう限り、自分の強いところを相手に提供すれば、それでもっとお互いに利益得るじゃないかというふうなことを僕は言うんですけど、決してそういうことしない。だからそういう意味では、成長しないっていうのは今、基本というようなことで。だから、組織を管理するための原則っていうのは、基本的にね、自分のところのね、自分の社内を収める、正にし、自分の社内をどうやって収めるかっていうところが肝心であってね、外の体裁で判断するなと、ここで言ってるの。外の例えば敵、頭とか尻が来るってことも警戒してるよ。五月の S と手を組むことも考えろと言ってるの。そうすると、正の道なりっていうのは、それは自分の社員の心の中の問題だから、そういうものを統一することが必要だよと言ってる。それからやっぱりその戦うときに自分の社員とできるやつもできないやつもいるけど、やっぱりその場その場状況の敵との対峙している関係を考えながら進めていくよっていうのは孫子らしい。孫子らしい。と言ってるんだよね。まあこれもさ、卒前の話は誰も知ってるけど、こういった話は誰も知らない。誰も知らない。だからそういうふうに解釈してる日本人いないから。今こうやって役変えたからそうなったけど、そういうことなんですね。三国志って、まあ、三国志なら春秋戦国の時代って、まあ、孫子の時代って9つとか7つの国がこう戦ってるじゃないですか。で、ある国が他の国に攻めていって自由地に行くと、他の国がこの攻めていった国を手薄なってのを見て攻めてくるじゃないですか。いわゆる諸侯を見られるという。それはね、この前段でもね、例が出てて、孫子はね、ちょっと忘れちゃったけど、やっぱりその、戦いに行って、強い国がね、自分の首都を、開けちゃって、だったらそれを攻め落として、攻められてっていうふうな話が出てくるんですよ。愚直の刑とかありますよ、ね。そうそう、そういうふうなことがあるんだ。だから、ここではだから、これとはちょっと違うけど、要するにここではだから兵隊の心理状況と、もう一つは自分の軍隊が置かれている状況を考える。だから孫子の凄さはね、よく文章書いてます。兵隊とか社員の気持ちをどうするかっていうことを書いて、同時に今競合している状況がどうなのかっていうことも考えるよっていうことはあんまりないんだよね。でもここではそういう文章を付け加えてる。そうしないと軍が一体化しないって言ってんだけど、僕はすごいと思うんだよね。だから、なったら ここの分だけでこういう本一冊いや組織論の
こう古典みたいなものってこういうのを本一冊かけて書いてるんですけど、うん、だからここをちゃんと理解しようとすると本一冊のそのエッセンスをちゃんとこう組み立てて考えるっていうことなんだろうと思うんですね。だからいっぱい書いてあって、いや僕ね、あの今あのチャイナレコードだったね、レコードチャイナにさ、うん、毎日記事書いてるね。今あのあれ書いてるんですよ、あのコンフィシャニズムね、儒学を教えてるんですよ、儒学をね。で、その次はやっぱり孫子を教えようか。これを教えたらね、実は切れなくて、100回ぐらいのシリーズになっちゃうと思うんですけど、孫子を教えようと思ってですね。これは、だから、うん、ただね、前から言ってるようにね、あの日本人が翻訳してる内容っていうのは半分ぐらい僕は違うと思ってるんですけど、でもそれを書き直すってすごいじゃないですよね。ここでもさ、あの前段落なんか文章変えてませんよね。でも意図はそういうことじゃないよとか、こういうことだよと言ってるんだけど、いやーこれ本当に今高橋が言うようにさ、日本人を教育しようと思ったら孫子ってのは今まで皆さんもっと違うよっていうのは大変なことですよね。どうする水蘭の水前の蛇もそうだけど、一体なんで頭し尻が出てくるのかっていうことを、やっぱりそのなんだっけ、今さっき言ったなんだっけ CSR じゃない、なんだっけコンプライアンス、コンプライアンスね、コンプライアンスもやっぱり蛇の頭だけで考えなっていうふうなことなんですよね。それから五つ教えて敵とも手を組めて言ってるんですよね。でその両方言ってて、それをできるのは軍則じゃないって言ってるんですよね。全員がその共有を収められる祭り性ですね、世の中お互いみんな収められるやり方をどうするかっていうことを考えろと言ってるんですよね。だからどういうことかっていうと、全員が共有する何かを考える、ここで勇気ですけど、考えろと言ってるんですよね。だからそういうものは何なのか、で孫子は教えないけど、それはお前考えろ、でもさ、できないやつもできるやつも一緒くたに一生懸命力を合わせるのは間違いない、刑事とかね、産地じゃねえぞと、重地だぞって言ってんだよね。でそういうふうなことをね、置かれた場所、状況を見て、五月同州考えろと。そうしなかったら、自分の軍隊がね、一体化しできないということを言ってる。だからまあ、すごいこと言ってるとすごいこと言ってるんだけど、果たしてこれ読んだ、卒前の蛇読んだ人が、五月同州読んだ人がそう思うかどうかですよね。これをだから、銃弾の標準的な翻訳だったら、そうは思わない。ね、軍則をしっかり作るんだと、軍則なんか作ったからって、お前ポンワンって会社の管理基準ってそんなような形では社員動かない、規則じゃ動かない。だからそれからともかく何でもかんでもターゲット決めて方針決めてやれったって、環境がどうなのかっていう環境を作ってあげなかったらそんなの勝てるわけないよって言ってるの。だからそこら辺のところはですね、上山の蛇と五月同州ってことをお前ら勘違いするんだとここで言ってる。M さんが一個一個孫子を読むのは時間がかかるって言ったら、そういうわずか数行で2000年遡ってこう読み解かなきゃいけないっていうことなんです。で僕はやっぱり30年やっぱ修行の社会に入っていたからこういう読み方できるんですけど、日本人的な読み方だったらそういうふうには読めないですね。だから中国人的な読み方で僕は知ってるんで、これ突然の蛇見たら、あっ、おっぱが上がってくる、どっから来るか分からへん、だったらさ、どうしたらいいんだ、じゃあみんなが一致団結する正の道は何なんだ、世の中みんなで収めていくためのやり方、心の動きはどうしたらいいんだというふうなことを考えなきゃいけないなっていうことなんですよね。で要するに車輪埋めたって、馬車が馬をつないだって防御できない、じゃあみんなが結束でどうしたらいいんだってことを考えなきゃいけない。何をやるかってことは孫子は教えてくれない。それをお前考える。ただ気をつけなきゃいけないのは、一丸となるにはですね、置かれた状況、地理、置かれた状況によって、何でもかんでもそれ一丸になったって勝てる場合があるわけないんで、そういう状況をお前が作り出せ。そういう状況をお前が作り出せ。それは状況を作り出せない経営者だったら失格だってことで言ってる。ね。だからよくあるのはさ、やれルールだ戦略だ攻めろ攻めろと、ちょっと待ってくれ、お前がそういう攻めろって言うけど、攻める環境を作れないお前は経営者と失格だろうとここで言ってるの。
そこまで分かるかなって分かんないですか。だからここで言ってる戦い上手って言ってるのは、手をつないでいるかのように軍を一体にさせて動かすという。だからここで言ってる、あの家によく兵を用いる者は 手を携えること一人を使うがごとして言ってるの。これは何です、これはすごいことを言ってて、そういう環境を作るのがマニュアル化だ。Thus, skillful general conducts his army just as though he were leading a single man willingly by the hand. これだから、そういう環境を作るのは、だから例えばこう、ただ単に読んじゃう、proper use of ground、おお、そういうか、10時まで来たから、部屋が引き締まるなと、そう思っちゃいけない。お前、どこにいたって、その社員を10時にいるかのような環境に作るのは、お前に分かるだろ、このバカっていうことを言ってる。ね、でその社員に対してね、あのワンスタンダードを彼どこまで勇気を持たせるのかってことをね、お前決めろと、どこまでも、じゃあどこまで持ったらいいんですか、それは君が考えるよと、こう言ってんだ、ね、だからここではだからあのすごいことなんですね。だから2000年そうだね、だから一時一句も変えないで生きてんだけど、それを果たしてどこまで日本人が理解するかって理解してないんだろうなと僕はこの原文読んで思いましたけどね。この次もすごいんですけど、今日はねこれぐらいにしますね。あのこの次も重たいんです。いや今思ったんですけど、これずっとあの最初からやってきて、いやビジネススクールとかで教えてることってこういうことなんですよねきっと。うん、で園田さんがあのアメリカのなんか経営のなんて言いましたっけ、あのドラッカーは、日本の人、渋沢栄一とかのことをベースに書いてるはずだと。ああ、そういう話言ってますね。で、渋沢栄一がそういうことを考えるに至ったその背景がこれを考えてんじゃないかみたいな。これだから僕はね。だって、あ、そうか、そうか。うん。だから僕は、だからこの。宗教とかなんとかの、そのエッセンスっていうのはこういう。あれですよね、だって論語とスロバンとか書いてるじゃないですか、これ僕さ、これをこの白文はねコピーしても誰も文句言わないけど、訳文コピーしても文句言われるんで、だからそれはねこういうことですよっていうのを教えて説明でね、文章を書いて、これをね100回ぐらいのコースを持ってね、レコード社員に、まあ、あの儒学はまだあと20回ぐらいあるんですけどね、街書いてくる、それ終わったらこれやろうと思う。これは奥深いですよ、これはとんでもなく深い。これ自分で行間とかを含めて読み解けっていうことの方が無理です。頭に入るとか、それが分かれば、それは無理。ジェンスクールってもうこっからここまで1、2、3、5、6、7、8、9、10でも